ケントです。実はですね、前の長女のフランス語のクラスの彫刻の宿題、これをね、来週の水曜日までっていう話だったんですけど、実は明日までっていう話だったので、今仕事から帰っていて速攻2時間でやってみました。ちょっと見てください、これいい感じでしょ。2時間にしては顔が変になっちゃったけど、まあでも2時間にしたらいい出来かなって。でもね、さすがにね、もう9時過ぎたから、もう足作り込みたかったんだけど、ちょっと近所迷惑になるから無理でした。まあそのまま持ってかそうと思います。翌日です。さっき大家さんから電話かかってて、なんか近所の人から苦情が出たから、何してんねんみたいな感じで言われたんですけどそれは2時間ぐらいね、夜カンカンやったらうるさいですよね。無事長女の宿題を終わらすことできましたけど、なんか近所の人に申し訳ないことしちゃいました。昨日はその他にね、うちのロングヘアハムスターのクマちゃんっていうのが、僕らが寝る前に死んでしまいました。で、2年半ずっと飼ってたんですけどね、ハムスターってだいたい寿命が 2年っていうふうに言われてるんですけど、すごいなんか長生きしたハムスターだったんですけどね、なんか悲しいです。で、僕はね、もう大人になってからあんまりなんか自分の飼ってるペットが死んだら、もちろん悲しいですけど涙を流すってことはなかったんですけど、やっぱりなんかね、次女がね、もう爆泣きだったんですよ。で、悲しくて、それを見て、僕が子供だった頃飼ってたね、犬が死んだ時とかね、もうすごい悲しくて泣いたのを思い出して、それもらい泣きしちゃいました。やっぱ後悔しますよね。今までずっと横に近くにいたものがもう会えないとかなると、やっぱりペットとかね、あともちろん家族とかね、生きてるうちにやっぱり気にかけてるよっていうのをね、やっぱり示さないと、体でやっぱりなんかいざね、死んじゃって会えなくなったとかなったらすごい後悔するからね、やっぱり生きてるうちにね、なるべくこう気にかけてるよっていうのをやっぱりね、表現しないとダメだなっていうふうに思いました。ということで、ちょっとペットと親を一緒にするのも何なんですけど、確実にね、うちらの親もね、なんか僕なんかよりも早く死んじゃうんで、いつかね、そういう時期が来ると思うんで、ちょっと今晩あたり、ちょっと久しく電話してないから電話してみようかなと思います。電球が切れちゃってるんですよ。今朝気づいて、こっちは大丈夫、ちょっと電球買いに行かなあかんな。車のパーティー屋さんに来ました。ゲットしました。お兄さんが手袋もサービスしてくれました。今日の昼飯、シーズリングライスープです。またこれね、しょっちゅうね、ここ来て食べるんですけど、揚げたお米をスープに入れて食べるっていう。で、ジュワジュワーって音聞こえるかな。もうだいぶ音なくなったけど、これが好きでよく食べに来ます。なんて書いてる。お、なんか2枚入ってる。なんで。1個目が上のやつ。 Don't worry about the stock market. Invest in family. 株式に気を取られるな、家族に投資しろと、まあ、いうこと言いますね、これは。次、You will obtain your goals if you maintain your course. だって、そのうち自分のコースを突き進んでたら、ゴールにたどり着きます。まあ、やること言うわーって2つともね。さて、移動。電球今から買います。なんかネットで調べたら結構簡単みたいです。この世代のね、プリウスからバンパー外してやらないで済むようになったらしいので、こっからね、なんか手伸ばしてやるらしいんですよ。ちょっと僕も初めてなんで、ちょっとやってみます。ちゃんとできるかな。15ゴム手袋をはめて、で、まずどこか、これやな、これ。外せた。なんかちょっと斜めになってるけど、はまりました。ちゃんとできてないような気がするな。つけてみようか。ついた。ついてるけど、ここの電気が切れてんな。あ、これ買ってこなあかん。別の電気なんですね。こっちはね、これついてる。
これも同じ色ですね。あ、なんや、また買いに行かなあかんな。めんどくさいな。車の車種にもよると思うんですけど、案外ヘッドライトの交換って簡単ですね。で、最近ね、何でも自分でやるようにしてるんですけど、なんか楽しいですよ。YouTube でなんか調べたいことあったら、こう何やらの仕方とか調べたら、大抵やり方ビデオで出てくるんで、それ見てやったら結構何でもできます。ハムスターがちょっとこれ以上増えたら困るので、今からオスとメスの見分け作業をします。こんな感じらしいですね。で、オスとメスの見分け方、なんかね、穴と穴がね離れてるんですって、こうやって。ちょっとじゃあこれを今から一匹一匹やっていきます。なんか喧嘩してる。ボイ？ミシどっちかな、これは。どっちどっち？ボイ。え、ちょっとなんでわかったの？ Because it has a chin chin. Because okay, I know what. I know what a girl looks like. I'll show you what a girl looks like. Okay. それは女の子？なんでわかんの？サイズ？え？もうボケて見えないね、やっぱ。Can I just do it myself? どう？ちんちんじゃないの？ No, it's not. わかんないなぁ、ちょっと。I'll show you a difference. So, let's take this guy first. Okay. ちょ、見せて見せて。それちょっとカメラに映るように見せて、じゃあ。何が？男。どれこれ。待って、ちょっとズーム。これ、これ。いや、パパ、you shouldn't do this. ああ、ちょっと難しいね。やんないで。もういい？これは動物だから大丈夫。関係ない。いいじゃん。見たいんだもん、だって。ダメなの？ダメ。これは長女がネットに見せたらいけない動画やとか言ってるんで、ちょっとやめときます。とりあえずオスとメスの間仕切りをこういう風に作りました。オスが多くない？こっちがオスでしょ、うん、オスが多いな。ここちょっと間違えてるような気がするな。みんないい面にできないの？ちょっとこれで様子見ましょうか。ということで、今日は以上です。それでは。